もしかしたらベスト8で日韓戦共に競合を破れば、ワールドカップでは初対決、サッカーのワールドカップ、ワールドカップカタール大会は1次リーグの全日程を終え、決勝トーナメントに進出する16チームが出揃った。アジアからは史上最多となる日本、世界ランキング24位、豪州同38位、韓国、28位の3チームが16強入りを果たした。さらに、日本と韓国が勝ち上がれば、 ワールドカップで初の日韓対決が実現する一時リーグ E 組に入った日本はワールドカップ優勝経験があるドイツ、11位とスペイン、同7位にいずれも逆転勝ち。第2戦のコスタリカ、同31位に敗れたものの、2勝1敗で E 組を1位で突破した H 組に入った韓国は1敗1分けの3位で迎えた第3戦でポルトガル、同9位と対戦。先制ゴールを許したが、前半27分に同点。 さらに、後半終了間際にゴールを決めて逆転勝ちした。勝ち点4で、得失点差でも並んだウルグアイ、同14位を総得点で上回り、H 組2位で16強に滑り込んだ決勝トーナメントで日本と韓国は同じ山に入った。1回戦は日本が F 組2位のクロアチア、同12位と、韓国が G 組1位のブラジル、同1位と対戦する。共に勝ち上がれば、 4強をかけた準々決勝で日韓対決が実現する。